は多分もう4つ目4団体統一するのか階級を上げるのかって言われてるんですけど。 ここもまた面白くて面倒くさいカシメロがいなくなったんですよ。カシメロとの WBO の対決も面白いちょっと見たかったというのがあるんですけど井上チャンピオンとしては実力はある選手なんでもちろんやりたかったですけどカシメロバトラーはいただカシメロだとスムーズに試合が決まらないとかなるまた体重がどうしたとかそういうストレスとか。 あのデメリットがありすぎるので、まあもうこの状況ですごい良かったなと、はい。現在は別に先のことはまだそこまで決めてないですか。いやもうやれることなら年内。年内に。年内にも。年内に4段階構築。<laughs> すご,<い> <laughs> すご<い>俺今回のドネアにも僕は結構感じてて。まあ、なるほど。ご本人的には我々でも感じるのにどうん。 でしょあのい、まあ、わば憧れてた、はい、レジェンドボクサーとに憧れて、ねうん、ボクシング頑張ってきて、うん、で対戦するっていう、うん、で今回の結果も踏まえて、うん、まあ正直2ラウンド目の左フックで一回ドネアがもたもたってよたれて僕ちょっと様子見てたんですけどレフリーに止めてくれと思ったんですよああもう殴りたくないとやっぱり 1> まあ第1戦目戦ってまあ交流もあるしあのまあ自分が憧れてたレジェンドでもあるんでもう自分的にはあそこで勝負はついたと思ったのでレフリーにまだ止めないのかっていう感じで一瞬間を置いちゃったんですよなるほどそれぐらいやっぱり殴るのはつらかったですつらかったというねえなんかきれあの終わった後もドネアがありがとうって言ってた